以前の僕にとってはハッピーマネーって聞くと「うんん」ってみたいなそのちょっと鼻で笑っちゃうぜみたいな感じだったかもしれないんですけど今は今聞くと「うん、いいね」っていう感じですよね「いいね」うん「いいね」「いいね」「幸せだね」「楽しいね」「笑っちゃうね」「笑えるね」みたいなそういうなんか「お花」みたいなイメージが湧いてきますよね。ハッピーマネーを作り出すには楽しいことすることなんだろうなと思います。 そのハッピーマネーを作り出すために楽しいことをするんじゃなくてハッピーマネー楽しいハッピーライフを歩んでたらハッピーマネーがついてくるそんな結果なのかなという気はします。